お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。甘えたくないよ。僕の還暦からどれだけお祝いが多いか。多いね。多いっぽいよ。でも久しぶりだよ。あの後期からの何だっけ、今何つの9090まで18。トシちゃんグループファミリー北海道から来てます。では深見さん一言お願いします。ジャムさん、まあ、ちょっと置いてください。でもさっきからおいそれだからおいそんな長く喋る。皆さん今日はジャンボさんの木の樹のお祝いにお忙しく乾杯。ありがとうございます。まだまだちょっと座りなさい。座らないで。皆さんご存知で喜寿っていうのは喜ぶっていう字はね、草書でちゃちゃっと書くと77に見えるね。だから77を喜の字って、まあ、ご存知だと思うんですけど、ジャモさん今さっきから盛んに言ってるように60の還暦の時は俺は50だと、実は実際の年をごまかしてたんだっておっしゃってて、70の時は70なんてそんな俺じじいじゃないっておっしゃってたけど、今日の77の木の字は喜ばしいんで認めてもいいんじゃないですか。77を認めてもいい。認めない。だけどね、77をどのような状況で過ごすかによってこの後の人生がね、決まるので、今こういうふうに常務で77を過ごしていただいて我々も非常にありがたいと思います。それと同時にジャンボさんもおめでたいんですけど、私たちもこのその前人未到の記録を打ち立てたプロゴルフ界の巨人の77歳の木の樹のお祝いに同じ部屋でね同席できると、この歴史的瞬間に我々も立ち会えるんだというね、むしろ我々の方が嬉しいですよ、喜びですよ。ジャンボさんも嬉しい、我々も嬉しい。だからジャンボさんの嬉しいお祝いと我々の同席させていただいたこの感動感激と合わせて感謝して乾杯しましょう。はい、はい、それでは、はい、それではジャンボさんおめでとうございます。おめでとうございます。何これ、ジャンボさんからいただいた茶髪。